おはよう父ちゃん。今日逆バージョンじゃないか。あの皆さんおはようございます、ハッピーモーニング。ええね、たまに逆バージョン。帽子使ってるじゃん。ああこれね、これ TS デザイン。まああとまた詳しく写しますけど、わしがいつも帽子かぶらんけ母ちゃんが買ってくれましたね、はい、今から暑い、雨も降るし、ね、ずっと使ってよ、父ちゃん。そうそう、母ちゃんも昨日のあのハッピーのあれ使っとる？もちろん使ってるよ。携帯入れて使ってるなよ。これ、今朝お母さんからくれた素敵な花、ね、それじゃあ、今日も小さなハッピーを見つけながら、今日暑いけど昼から定食じゃけね、母ちゃん。そんな今日は2021年5月22日でございます。それでは今日は逆バージョンでスタートです。元気よくハッピーハッピーチンゲンサイ。はい、もうちょっとよ、父ちゃん。はいよ、もうちょっとよ、早すぎな。頑張ろう。日が暮れますね。急げ急げ。はい、お疲れがちゃん。お疲れ、父ちゃん。ということでね、今日は夫婦2人で TS デザインで決めてみましたが、いかがだったでしょうか。朝もね、ちょっと言ったように僕はあまりにも帽子をかぶらんので、母ちゃんが TS デザインの帽子と買ってきてくれて、まあ、マスクはマスクで、これマスクもね TS デザインで買ってきてくれました。こう雨の日でもね、だいたい僕は濡れっぱなしで作業するけ、母ちゃんが雨濡れちゃいけん言うてね、もういつも言われよったんですよ。もう何回かぶりなさい言うて、でなかなかまあ気に入った帽子がないけ、タオルを巻いて仕事しよったんだけど、母ちゃんが昨日見つけてくれてね、買ってきてくれました。ドキドキ、どうか気になるかな、どうかいらんかな、はい、よかった、安心した。はい、ということで、このとっても似合うじゃん、母ちゃん、はい、その、この夏はね、これで乗り切れそうな感じでございますが、今日も暑かったね、母ちゃん。暑かったよ、今からもっと暑くなるよ、父ちゃんね。
まあ梅雨だけど明日梅雨の合間の晴れまでね、明日は一日晴れるみたいですけども、月曜からまた雨ということでね、まだまだ梅雨シーズン大変な時期が、続きそうですけども、みんなで頑張って乗り切っていきましょうか。じゃあ外気をつけましょう。はい、ということで、ね、でも本当このマスはなんかいい感じよね、父ちゃん。なんかクール、やっぱりクールね。そうそうそう、なんかクール、接触冷感的なのもあって、ね、あとなんかもうツルツル系、うん、いいんじゃないの、いい感じ。いうことでね、勝手にハッピーチンゲンサイ夫婦で TS デザインのコマーシャルを今日はお届けしましたけども、本当 TS デザインはかっこいいよね、父ちゃん。かっこいいね、気になったよ。いつかはハッピーチンゲンサイマスク作るか、母ちゃん。いいアイディアよね、父ちゃん。いつかね、いつかできたら。2人はファッション大好きなねいいですけども、はい、ということでね、今日はもうちょっとで7時になりそうな感じなので、今日はこの辺で終わっときますかね。銀のテレビ見たよね、父ちゃん。あ、クマリンゴさんのね、クマリンゴさんのテレビ見ましたよ。ねえ、はい、そこも早く行きたいなよ。リンゴはまあまだまだ秋じゃけね、秋まで。でもブドウのとこもあるよね。まあブドウ、昨日のあのテレビのブドウはまた違うとこだけど。あそこも行きたいな。はい、はいはい、ということで。今日はこの辺で終わりにしておきましょうかね。それでは皆さん、また明日。ハッピーチゲサイ。 TS デザインいいね。いいね。